こんにちは、こんばんは、はじめまして、リーナです。はい、今日はですね、サンリオピューロランドにまたまた行ってきたんですけど、はい、今回はですね、リスナーさんからいただいたグッズと、ピューロランドで、ピューロランドっていうか、まあ、ピューロランドに行ったんだけど道中のサンリオショップでマジレスするとマジなんだろう、すごい正直に言うとピューロランドの道中にあるサンリオショップで購入したんですけど、まあサンリオピューロランドで購入したっていう気持ちでちょっと紹介したいなと思います。はい、まずリスナーさんからいただいた、はい、2点ともマイメロちゃんのグッズなんですけど、先に、リスナーさんからもらったグッズを、はい、いただいたグッズを紹介したいと思います。はい、リスナーさんからいただいたグッズこちらですね。はい、じゃーん、前がこんな感じで後ろがこんな感じです。はい、これはですね、クリスマスの妖精だったかなのシリーズのマイメロちゃんなんですけど、はい、まあとあるきっかけがあっていただきました。はい、でクリスマスプレゼントっていう形でちょっとねこれ気になってるなっていうことを言ったらいただいたので、今回動画として紹介したいと思いました。はい、せっかくいただいたので、はい、前にまあアップした動画でね、ちょっとマイメロちゃんにお見せしたっていう動画アップしたんですけど、はい、なんでその時にチラって見えたかなと思うんですけど、はい、クリスマスの時にいただいたんですけど、今回、お見せする機会ができたので、はい、動画に残したいと思いましたありがとうございます。はい、まあ今もねすごい大事に部屋に飾ってます。はい、ということで、はい、次がですね、結構高い、金額的に高いマイメロちゃんのぬいぐるみを紹介したいと思います。はい、ということで次がですね、はい、袋が、はい、こんな感じで結構でっかいですね。はい、一応ねトートバッグ持ってったんですけど入らなかったんですよね、入れようとしたら。はい、今回購入したマイメロちゃんのグッズこちらです。じゃん、はい、めっちゃ反射してるんですけどこんな感じです。はい、マイメロディの、バースデードールですね。はい、46周年のマイメロちゃんのバースデードールです。はい、まあ、これね最初購入する予定じゃなかったんですよね。ネットで見つけて購入する予定じゃなくて、もう45周年の高いやつ買っちゃったしいっかって思ったんですけど、予想外にちょっとね今月お金が浮いたので、はい、でピューロランド行った時にピューロランド行く前にこれ購入して、見つけたらもうすぐ、見つけた時点でも購入しちゃおうと思って購入して、でピューロランド行ってまあちょっとねマイメロディショップの店員さんが言ってたんですけど、今年のマイメロディのドールはこれしか出ませんみたいな、買っといた方がいいですよみたいな感じに言ってたんで、まあピューロランドでねこれ以上ピューロランドの限定のバースデー系のグッズは出ないということだったので、まあこれ買えてよかったなと思いました。はい、ポーチとかも売ってたんですけど、トートバッグとかでも、トートバッグは45周年のやつ持ってるし、まあポーチもね結構高かったんですよ、2000円とか。でもポーチって普段使いするじゃないですか、普段使いするもので2000円払うのってちょっと私的にはうーんって感じだったので、まあとりあえずこのね、ちょっと結構高かったんですけどバースデードールだけ購入しちゃいました。はい、まあ去年ね
去年の1月、まあ、1月18日がマイメロちゃんの誕生日なんですけど、去年45周年でキリがいい年だったのか分かんないんですけど、すごいいろいろと力を入れてて、もうその月だけでマイメロちゃんに3万円近く使っちゃったんですよね。まあそれでもマイメロちゃんはもうお金をかけても全然もうなんか悲しい気持ちにならなかったんで、出費がすごいとかそうじゃなくて、もう自分の誕生日よりも力入れてたみたいな感じだったんですよね、自分が。はい、なんでまあいい買い物、それはそれでいい買い物できたんですけど、今年はもうこれしか買ってないんで、はい、でこれの値段が7161円ですね。7161円、はい。こっちの方はねちょっともらったものなんで、ちょっと値段は調べないようにしておこうかなと思います。はい、なんであえてちょっと値段はね調べずに、今動画では言わないようにしようと思ってるんですけど、はい、なんでこれ7000円近くしたんですよね。7000円ちょっとですね。なんでちょっとやめようかなって思ったんですけど、いや去年3万も使ったしね、去年3万使ったんだったら、まあこれぐらいだったらいいだろうって思って購入しちゃいました。で後ろ見ると分かると思うんですけど、すごいねもうマイメロちゃんのぬいぐるみがいっぱいでやばくなってきたんですよ。どうしようかなって迷ったんですけど、これの買おうと思ったもう一つの理由が箱なんですよね。箱に入ってるんで積み重ねていけるじゃないですか。それも買おうと思ったきっかけになった一つなんですよね。はい、なんで、はい、今回はちょっとね、まあ7000円ぐらいだったら出しちゃってもいいかなっていう、こう財布が緩んじゃった瞬間なんですけど、はい、マイメロちゃん誕生日おめでとうということで購入しました。はい、ということで、はい、またね推しのグッズが増えて嬉しいです。はい、まあ近々多分まあこの動画をアップするした後か前かちょっと分かんないんですけど、アップする時になってみないとちょっと分かんないんですけど、はい、近々ねおそらくまゆみろちゃんのバースデーライブ、はい、当たったんですよ。はい、なんで行って初めて見に行ってこようと思ってるので、まあそちらの動画もまあ著作権とかあるので、音声とかはちょっと YouTube に流せないかもしれないんですけど、まあ自分なりにちょっと可愛く編集してアップしたいなと思ってるので、そちらの方も、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、りなでした。さよなら。